イエスはこの群衆を見て山に登られた腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきたそこでイエスは口を開き教えられた心の貧しい人々は幸いである天の国はその人たちのものである 悲しむ人々は幸いであるその人たちは慰められる柔和な人々は幸いであるその人たちは地を受け継ぐ義に飢え乾く人々は幸いであるその人たちは満たされる 憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは、憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは、神を見る。平和を実現する人々は幸いである。 その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられる時。 あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。あなた方は地の塩である。だが、 塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また、ともし火をともして、 マスの下に置くものはいない、食台の上に置く、そうすれば家の中のもの全てを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父をあがめるようになるためである。 私が来たのは、立法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで、立法の文字から一点一角も消え去ることはない。だから、 これらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは、天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかし、それを守り、そうするように教えるものは、天の国で大いなるものと呼ばれる。言っておくがあなた方の義が立法学者や ファリサイ派の人々の義に勝っていなければあなた方は決して天の国に入ることができないあなた方も聞いている通り昔の人は「殺すな人を殺した者は裁きを受けると命じられている」しかし私は言っておく 兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟に馬鹿という者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。うん、だから、あなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、 その供え物を祭壇の前に置きまず行って兄弟と仲直りをしそれから帰ってきて供え物を捧げなさいあなたを訴える人と一緒に道を行く場合途中で早く和解しなさいさもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し裁判官は下役に引き渡しあなたは ローに投げ込まれるに違いないはっきり言っておく最後の1クアドランスを返すまで決してそこから出ることはできないあなた方も聞いている通り勧誘するなと命じられているしかし私は言っておく みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でも、すでに心の中でその女を犯したのである。もし右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がましである。もし右の手があなたをつまずかせるなら、 切り取って捨てて捨しまいいなさい体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がましである妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられているしかし私は言っておく不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でも そのの女にに貫通の罪を犯させることになる。ことな離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになるまたあなた方も聞いている通り昔の人は偽りの誓いを立てるな主に対して誓ったことは 必ず果たせと命じられているしかし私は言っておく一切誓いを立ててはならない天にかけて誓ってはならないそこは神の玉座である地にかけて誓ってはならないそこは神の足台であるエルサレムにかけて誓ってはならない そこは大王の都である。またあなたの頭にかけて誓ってはならない。髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもできないからである。あなた方はしかりしかり、いないなと言いなさい。それ以上のことは悪いものから出るのである。 あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし、私は言っておく。悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方をも向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には、上着をも取らせなさい。 誰かが一ミリオン行くように強いるなら一緒に二ミリオン行きなさい。求めるものには与えなさい。あなたから借りようとするものに背を向けてはならない。あなた方も聞いている通り隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし、 私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。 自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか徴税人でも同じことをしているではないか自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか異邦人でさえ同じことをしているではないかだからあなた方の天の父が完全であられるように あなた方も完全なものとなりなさい。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いを頂いけないことになる。だからあなたは施しをするときには。 偽善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく。彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを。 めにつかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる はっきり言っておく。彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈る時は、おくまった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈る時は、 違法人のようにくどくどと述べてはならない。違法人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だから、こう祈りなさい。 天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように、地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも、 自分に負い目のある人を許しましたように私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいもし人の過ちを許すならあなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになるしかしもし人を許さないならあなた方の父も あなななた方の過ちをお許しにならない「断食するときにはあなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない」「偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする」「はっきり言っておく」 彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき、頭に油をつけ、顔を洗いなさい。それは、あなたの断食が人に気づかれず、隠れたところにおられる、あなたの父に見ていただくためである。そうすれば、隠れたことを見ておられる、あなたの父が報いてくださる。 あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするしまた盗人が忍び込んで盗み出したりする。富は天に積みなさい。そこでは虫が食うことも錆びつくこともなくまた盗人が忍び込むことも盗み出すこともない。 あなたの富のあるところにあなたの心もあるのだ。体のともし火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが濁っていれば全身が暗い。だからあなたの中にある光が消えればその暗さは どれほどであろう誰も二人の主人に仕えることはできない一方を憎んで他方を愛するか一方に親しんで他方を軽んじるかどちらかであるあなた方は神と富とに仕えることはできない だから言っておく。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず。 蔵に納めもしないだがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。 野の花がどのように育つのか注意してみなさい働きもせず紡ぎもしないしかし言っておく映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる ましてあなた方にはなおさらのことではないか信仰の薄い者たちよだから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと言って思い悩むなそれは皆違法人が切に求めているものだあなた方の天の父は これらのものが皆なあなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労は その日だけで十分である人を裁くなあなた方も裁かれないようにするためであるあなた方は自分の裁く裁きで裁かれ自分の計る計りで計り与えられるあなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか自分の目に丸太があるではないか偽善者よまず自分の目から丸太を取り除けそうすればはっきり見えるようになって きょうだいの目からおがくずを取り除くことができる神聖なものを犬に与えてはならずまた真珠を豚に投げてはならないそれを足で踏みにじりむきなおってあなた方にかみついてくるだろう求めなさいそうすれば 与えられる探しなさいそうすれば見つかる門を叩きなさいそうすれば開かれる誰でも求めるものは受け探すものは見つけ門を叩く者には開かれるあなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に 石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに、蛇を与えるだろうか。このように、あなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には、良いものを与えることを知っている。まして、あなた方の天の父は、求めるものに良いものをくださるに違いない。だから、 人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいこれこそ立法と預言者である狭い門から入りなさい滅びに通じる門は広くその道も広々としてそこから入る者が多いしかし 命に通じるもんはなんと狭くその道も細いことかそれを見いだすものは少ない偽予言者を警戒しなさい彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るがその内側は貪欲な狼である あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からぶどうが、あざみからいちじくが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆、 切り倒されて火に投げ込まれるこのようにあなた方はその身で彼らを見分ける私に向かって主よ主よというものが皆天の国に入るわけではない私の天の父の御心を行うものだけが 入るるのであるかの日には大勢の者が私に「主よ主よ私たちは皆によって予言し皆によって悪霊を追い出し皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか」と言うであろう。その時私はきっぱりとこう言おう。 あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども。私から離れされ。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ。 風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わないものは皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れて、 その倒れ方がひどかったイエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた彼らの立法学者のようにではなく権威ある者としてお教えになったからである